眠くなっちゃいます。この季節になると桜が綺麗で、つい見とれてしまいますね。春はいいね。初々しい果実がそこら中に。お花見の季節は購買部は大忙しです。最近あったかいから眠くなってきちゃうな。そろそろ暖かくなる頃だな。こういう時は昼寝をするとさっぱりするんだ。この季節は鍛錬をするにも少し気を使う。拳の風圧で桜を散らしかねんのでな。春、桜もいいけど、私にとってはやっぱり変化の季節だね。アスカの入学式が昨日のように思えるよ。春になれば暖かくなるな。これで川での水浴びも楽になる。春は野草の種類も豊富で、今のうちに溜め込んでおかなくては。桜が舞って町中一面のピンク色。私が言うと別の意味に聞こえる？どういう意味よ。春はちょっとだけ料理が豪華になるのよ。まあ、山菜が取れるからなんだけど。あったかいな。先生とのんびりするのもええね。春といえば、やはり桜が綺麗なのが良いですね。季節の中だとやっぱ春が一番ですね。暖かくて新しい出会いを感じません？なんか新作コーデ見ると春って感じがするよね。しない？先生、雑誌見てないの？その桜って絵になると思いませんか？描いてみたいですよね。そうですよね。あったかいね。みんなでお昼寝したら気持ちいいだろうな。春はそうですね、新しい生活のための日用品とかを揃えておくべきでしょうか。春、新しい生命の芽生え、出会い。先生はどんな言葉を連想するんだ？春ですか。雪解けを見ると新しい季節の訪れを感じますね。暖かくなってくると羽を伸ばしたくならないか？いや、比喩的な意味だな。あったかいと少しだけ紫が外に出ることが多くなる。冬眠じゃないんだぞ、まったく。あったかいわね。花見とかやらないのかしら。暖かくなってきたから妙奈ちゃんもっと開放的になっちゃう。暖かいとつい布団の中で眠ってしまいませんか？春か。多くの学生が入学し、そして巣立っていく。我々教師にとっては何かと感慨深い季節だな。春の桜が私の美しさを際立たせるな。春といえば桜や山吹。先生は何を連想しますか？ちなみに日陰さんは
山菜だそうです。うららかでいい季節じゃの。先生、皆を率いて桜を見に行こうではないか。春になりましたし、お花見に行くのはどうでしょう。もちろん場所取りはこの私にお任せください。暖かくなるとお昼寝をしたくなってきます。春といえば花見、つまり祭りだぜ。な先生、場所取りに行ってもいいかい。夏に備えて今のうちにいっぱい花火を作っておくっす。春眠暁を覚えずって言うけれど、あれはあくまで朝寝坊のことで居眠りの言い訳じゃないのよ。桜の木の下には死体が埋まっているって言いますよね。いいこと思いついちゃいました。花見か、混むから嫌なんだが断るのもな。春の陽気はとても心地よい。先生もたまには日向で休んでみてはどうだ。暖かくなると山に緑が増えて調子が良くなってくるんです。春は暖かくて眠っちゃいますね。今年も桜が綺麗な季節になったよな。ま、遠野の桜に比べりゃ大したことねえけどな。春はどうにも眠くってついうとうとしちゃうのよね。遠野の里ではよく牛丸さんとお昼寝してたっけ。見事に桜が咲いているようですね。基地の皆さんを誘ってお花見でもしませんか。春は出会いと別れの季節です。新しい友達を増やせるように頑張ります。基地のみんながお花見に行くって言ってたけど、私はパスよ。バイトで忙しいもの。メイメイ、春はあったかいから大好きね。先生の好きな季節は何か。お花見って何？桜を見るのに外出するの？それなら今年はランちゃんのお屋敷に見においでよ。出会い、別れ、桜にボタン。春は良き歌を作るに最適な季節でありんす。先生、基地の皆さんとお花見に行きましょう。お弁当の準備手伝ってくれますよね。日和がお花見に誘ってくれたんだけど、わざわざ外に出るのめんどくさいんだよね。お花見に行くの？じゃあ母様直伝の隠し芸でみんなを笑わせる。わざわざお花見なんかしなくても桜ならそこら中に。ここじゃそんなこともないか。